はい。皆さん、こんにちは。ワンダーリグルフィジです。では、今回は、ハウスオーバーニャー4、ガンダム1年戦争元、地球連邦軍編、レベル将軍でのプレイ続きをやっていきたいと思います。今回は、モビルスーツを一切使わないね、V 作戦を中止したという、まあ、過程のもと、プレイを進めていきたいということで、え前回、師団の編成とかねえ、一通り行ってきましたえ。今回は残りの準備をして、 えー、いよいよ時間を進めていこうと思っています。まず最初にやっておきたいのが研究枠ですね。研究枠使っていくところなんですが、本来であれば前回もお見せしたようにですね、モビルスーツを中心に研究していって、えー、まあ、ジオンに対して遅れをとっているモビルスーツ戦、これで挽回していこうというのがセオリーになると思うんですが、V 作戦を中止してモビルスーツを一切使わないプレイで、 進めていくというコンセプトなので、ここは研究枠でモビルスーツを使わない。じゃあ何を使うのかというところなんですが、対モビルスーツ戦にね、ちょっとでもボーナスを得られるようなものを取っていきたいと思います。まず、歩兵装備から3つ研究枠を使っていきましょう。5つある研究枠のうち3つを歩兵装備に使います。まず1つ目、支援下記2。 これでアップグレードですね。歩兵装備とか、あー自動車化歩兵、その他、アップグレードで、防御と突破に5%のボーナスが入ります。そしてもう一つが、改良型歩兵装備に、これもね、えー、ボーナスつきます。対人攻撃5、5%。そして、これがね、結構ポイントになると思ってるんですけども、対モビルスーツ、銃誘導弾。 これを入れることによって、対戦車攻撃、プラス25%。そして貫徹に100%。これ、あのー、対モビルスーツになっているのに、対戦車ってなってるじゃんって思われる方はいらっしゃると思うんですけど、モビルスーツは、この発イアン法の中では戦車と同じ扱いになってますので、実質、これ、モビルスーツ戦に特化した砲兵装備ということになります。で、残りの研究枠なんですが、 戦車は実はですね、もう進んでます。で、ビッグトレイは欲しいなぁとは思うんですが、ビッグトレイはですね、結構資源を食うんですね。鉄14とか結構これ食っちゃって、であれば今ヘビーホーク、すでに、えー、生産ラインに乗せられる状態なので、一旦はヘビーホークで行こうと思ってます。で、 これね、ガンタンクの扱いをどうしようかなと思ってまして、これモビルスーツなのかタンク、まあ、つまり戦車なのか、あると思うんですけど、まあ、中途半端にモビルスーツ禁止になるぐらいであれば、もうガンタンクもね、使うのやめます。なので、ガンタンクの研究もやりません。となると、残っているのが、えー、この砲兵になるんですけども、砲兵はすべて研究済みです。で、ドクトリンもね、今進んでいるので、残っている一枠は、 生産のラインですね、えー。これにボーナスがかかる分散工業の4問を入れておきましょう。そして最後の一つが、この発展型レーザー通信。これで増援確率にボーナスがつきます。あの、我々はですね、物量で勝負すると。モビルスーツが使えないけれど、物量ではジオンに対抗できる。この物流作戦になりますので、この増援確率はね、結構重要かなと。 思ってますので、発展型レーザー通信。これの研究を入れていきます。じゃあ続いて、建設ですね。空いている工場をね、えー、どんどん建設に割り当てていこうと思います。基本は軍事工場になりますが、建設をね、えー、設計していきたいと思います。はい。 建設を行いました。これでね、順次軍事工場が完成していくというところですで。今回考えたポイントはですね、しばらくの間ジオンに押されに押されると思うので、まあ放棄したところ、例えば前回のね、動画の中でお話したオーストラリアとかはもう放棄する予定なので、まあそういったところに工場を建ててもしょうがないよね、ということで、一番守りを固くして守っていきたいヨーロッパ。えここをですね、えー 大軍事工場地帯にしていこうというふうに思って、まあ、今でいう、まあ、ドイツとかフランスとかこのあたりにですね、軍事工場をいっぱい建てていくうう設計にしてあります。続いて、まあ、最重要項目の一つとも言えると思うんですが、国家方針ですね。 国家方針も前回簡単にご紹介しましたが、モビルスーツ関係のものを入れてもしょうがないので、この物量戦から始まってですね、最終的には地球反抗作戦、ここまで進めていきたいと思います。なので、まず物量戦ですねえ。ドクトリンとボーナスがね、入ってくるというものです。なので、えっと、このね、国家方針、物量戦の国家方針が完了したら、 研究枠もドクトリンにボーナスがつくので、陸軍のドクトリン研究を行っていきたいと思います。まあ、無駄がね、起きないように効率よく進めるために、ここはね、しっかり考えてプレーの方をしていきたいと思っています。では続いて生産のラインですね。ここも今何も作られてない。もともとモビルスーツが入ってたところですけど、モビルスーツをやめているので、えー、まあ戦車なり対モビルスーツ兵装なりっていうところを中心に 生産のラインを組み立てていきたいと思います。はい。では生産ラインの方を、おまあ、とりあえずということになりますが、えー、設計してみました。これ今、あのー、どういう手段がどれくらいマップ上に配備されているかというのを正確に把握することができないので、一旦、軍事工場を割り当ててますが、備蓄と補充の状況を見て、 適切にね、ここはコントロールしていく必要がありますので、一番最初に注意しなきゃいけないのは、この生産のラインになるかなというふうに思っています。では、諜報機関もせっかくなので、早めに設立だけしてしまいましょう。これでね、スパイも雇っていきます。あとはどうだろうな、政治関係、えー、あとは 参謀関係、ちょっと見ておきましょうか。今、政治ポイント500ポイントありますので、えー、確認しておきます。建造技術の研究時間に10%入ってくるのがこのコロニー校舎ですね。あとは宇宙引越校舎。これ、人的支援がプラス5%か。すごく嬉しいな。これ、早めに人的資源、 余裕を持たせておいた方がいいのかどうかっていうのが判断つかないですが、あまあ、今はね、まだあ14ミリオンあるので、必要ないでかなと思いますけど、これ、著しくやってくるようだったら、早めにね、えー、入れておいてあげた方がいいかもしれないですね。今はじゃあ、この生産効率の基本値に25%、あとはあの工場にね、 え、攻撃を受けた時の修復スピードに10%のボーナスが入る、コロニー整備会社、モノトーンマウスを入れておきます。兵器の設計なんですが、モビルスーツ系はね、入れても意味がないので、特に何もせずに行きましょう。で、逆に、レーザー通信の研究時間にプラス15%のボーナスが入る通信設置装置メーカー、松のソニックは入れましょう。今ね、ちょうど、お 研究してますからねでシカンダーここだよね少し見ていきましょうかボーナスがね、えー、何に入るかっていうの結構重要ですからね今だとやっぱり陸軍の経験値のボーナスとかは嬉しいよねだから小島とかニッカードとかはすごくいいかもしれないあとサウスバーニングもどうだろう陸軍の経験値入って で、さらに訓練時間マイナス10%入りますね。訓練時間のマイナス10%っていうのは、新兵になるまでえ、つまり徴兵して戦場に送り込める状態になるまでの時間を10%ボーナスかかるってなるとすごくいいのでサウスバーニングにしましょう。で、もう一人入れられるんですが、政治ポイント使い切りましたので、この後ですね、えさらに 陸軍の経験値入入っててくるもののを積極的に入れいいこうかなと思います、まあ、陸軍の経験値が欲しい理由というのはですね、まあ、もちろん師団の編成も組み替えたいんですがそれ以上に欲しいのがこの派生型つまり改良することができるんですね手法の威力を上げたり走行を厚くしたりっていうことができるようになるのでモビルスーツが作れない以上ですね既存の兵器を おこれでもかというほどにね、改造していく、魔、まあ、改造していかないと、モビルスーツがない中で勝つのはね、難しくなってくるかなと思いますので、しっかりね、えー、作っていければいいかなと思います。では最後に海軍と空軍ですね、配備だけして、えー、この後、時間を進めていこうと思います。はい。 では空軍と海軍ですね。えー、こちらの方の配備編成も終わりました。まだ数は少ないので、ここもプレイをしながら、時間を進めながら、あー編成をね、柔軟に見直していきたいと思います。では、お待たせしました。ここから時間を進めていきたいと思いまもす。もういきなりね、戦い始まりますからね。序盤どういう動きになるかっていうのはね、しっかり見極めておきましょう。エジプトからもね、撤退しますからね。 で特に注意しなきゃいけないのが、ここですね。フロリダ。ここに入っている軍は全員撤収します。まあね、ちょっと痛いは痛いですけど、早めにしっかり撤収して、えー、集中的に守りたいところにね、えー、部隊をお集中的に動かしていこうというところですね。 しばらく劣勢に劣勢ということになろうかと思うんですが。わ、デリーももう取られたのか。早いなドイツ方面は絶対に守備したいですけど、ここもデリーは、なんだろう、いきなり降ってきた形かな。空挺団か何かに降ってこられた可能性はありますね。このまま行くとね、 えー、序盤は厳しい戦いになると思うので、まあ、覚悟はね、しておきましょう。回戦する前だとね、えー、まあ、その土豪を立てたり、要塞化したりっていうこともできるのかなと思うんですけど、まあ、残念ながらね、今回はそういう、う回戦準備みたいな期間はないので、いきなり回戦という状態なんでね、もうここは、 腹をくくって、えーまあ、捨てるところは捨てる守るところは徹底して守るそういうメリハリをつけていきましょうその一つが今ご覧いただいていた、えー、オーストラリアですねここはもう諦める場所でこれを見ると とジオンの部隊がいるのを、ここは一旦どうだろうな壊滅させておきたいよな悩ましいところではありますけどね。いやいや、本当に強いな。アフリカ大陸なんて、まあ、少数少ない有利に戦える場所だったと思うんですけど、や,やっぱり、 モビルスーツがいると全然違いますね。で、ここに強襲上陸を受けていると、これはモビルスーツだ。本当にね、目が離せない。い、え、いーっていうね、状態ですね。ここにいるモビルスーツでも潰しときましょうね。早めにね。 はい。ではね、フロリダ、まあ、オーガスタとかある、基地は放棄しました。代わりに、メキシコ方面のね、えー、防御を固めようと、いうことで、展開していた部隊をですね、配備し直します。で、あわよくば、新軍をね、ちょっと試みてみましょう。ロサンゼルスぐらいまで。うまくいけばね、カリフォルニアとか、 あ、取れたらいいなーっていうね。まあそういう気持ちですね。ジャミトフも進軍してもらいましょう。カリフォルニアぐらいまでね。ぐぐっと前に出れれば、フロリダを捨てた甲いがあったものと。で、オーストラリアの方ももう完全に放棄してます。えー、部隊の大半が撤収済みです。 メルボルンから残りの部隊もインドの方に転身して、えー、アジアの防衛に当たってもらいます。エジプトの方からも部隊は撤収済みです。で、アフリカちょっとどうしようかなと思ってるんですけど、アフリカもね、結構しんどいことに今なってます。まあ、ただ、あのー、南の方を向けると厳しいんですけども、北アフリカの方は逆に攻撃のチャンスが来ているので、えー、カイロの方をね、目指していければいいかなと。 いうふうに思っています。で、スペインに上陸していた敵の部隊ですね。これは壊滅させてあります。まあ、部隊といっても、モビルスーツの正体ですが、まあね、えー、しっかりいい撃退できたということになろうかと思います。で、経験値が19溜まってるんですけど、30ぐらいまで溜まったらですね、師、え、団、ー、の編成を見直します。では、もう少し時間を進めていきましょう。 今ね、あの、モビルスーツ相手によく頑張ってくれてるなっていう状態ですね。かつ司令官も入ってないですけど、アフリカの方はよく頑張ってくれてますね。ヨーロッパの方もね、まあ一心一体というところだと思います。で、この後は、まあ少しずつ、ー、まあジオンのね、えー、兵がいないところを中心に、個別操作でち、ちょっとずつちょっとずつ、 防衛体制をね、整えていこうかなというところですね。まあそのために貴重な戦力はね、少しでも多く撤退するところは、やっぱりしっかり撤退してですね、まあ戦力を温存していく。今の重点は、あやっぱりメキシコ方面ですね。ここをジャプロを取られないように気をつけましょう。なんとかね。 押し込んでくれればいいな、というところですかね。ここ分断されると困るので、一気に攻撃をね、仕掛けていきましょう。まあ、ジオン軍に、歩兵装備ではね、負けてないと思うんですけど、モビルスーツがいるところで、やっぱり苦戦っていう状態になってくると思うんで、 そこをどうね、しのぐかと、おいうのは夢夢、えー、しっかりとね、抑えておきたいと思います。でも、危ないと思ったところからは撤収する。無理はしない。貴重な戦力をね、えー、無駄人にさせない。えー、っていうのはね、しっかり、えー、念頭に置いておきたいと思います。ここもね、ガデムとジャミトフが戦ってますけど、 モビルスーツ相手ではないにせよ若干苦戦してるかなっていうところですね。まあ、ただ、包囲殲滅をね、うまく使って、師、え、団、ー、をね、一個ずつ確実に、えー、削っていくと、物量作戦を重視で、ここは行きましょう。はい。では、少し経験値溜まってきてますので、師団の編成見直しましょう。今、最初に手こ入れしたいのが、この、 歩兵代隊ですね。えっ、ー、と、今歩兵がですね、全部で9入っていて、代隊を組んでるんですけども、えー、対戦車攻撃力があまりにも脆弱。えー、つまり、モビルスーツに対して、すごく弱い状態になってるので、これ少しね、手こ入れしたいと思います。えー、モビルスーツはね、えー、まあ何も、 ないい状態というか、まあ、使わないという約束なのでモビルスーツは使わないというと走行化できてモビルスーツに対して有効なあ攻撃力誇ってくれるのがやっぱり主力戦車なんですよね、えー、主力戦車を入れることによって対戦車攻撃力も上がるし走行化もされるなので、えー、戦車をねちょっと入れておきますで それにあたってなんですけども、えっと、歩兵を少し減らしましょう。歩兵のね、脂肪を、おだいぶ痛いので、歩兵を減らして、代わりに、戦車を、ドドンと、乗せていくと。こういう感じですね。これによって対人攻撃力も上がるし、えー、 まあ対モビルスーツ戦もかなせるというところですね。はい。これに整備中隊を入れてご覧の編成でしばらく様子を見ましょう。なんとか持ちこたえてくれればいいかなというところですね。で、一旦このテンプレートをですね、対 MS、まあ、モビルスーツ気候部隊と、気候代隊という名前にしておきます。これにテンプレートを変更。 この対 MS 機構を代替でね、なんとか敵を打ち負かしていきましょう。で戦車をですね、まあ、いわゆる一番配備されている歩兵の中に入れたので、圧倒的に戦車が足りなくなると思うので、戦車、主力戦車を優先的に作っていこうと思います。 圧倒的に足りない。2万4000足りないというか、もう絶望的な数足りてないので、ここはね、えー、もう優先的に作っていきましょう。他のものを減らしてでも優先的に作ります。えー、今、戦車にね、111の飛行場を割り当てて、1日に26機作っていくというね、生産の見直しを行って、一気に戦車を対モビルスーツ戦の前線にね、送っていこうと思います。 ちょっとでもね、えー、モビルスーツに対して有効だになってくれればいいなぁ、というとこですね。今だから戦車がね、えー、見てもらった通り全く配備されていない状態になってますけど、これ戦車が入ってくれば状況がまた変わってくるんじゃないかというふうに期待を持っています。では、今回はここまでにさせていただいて次回ですね。 またこの続きをプレイしていきたいと思いますがまず簡単に各先生のおさらいだけしておきましょうヨーロッパの方はね押し込まれ切ってはいないというところなので、まあ、うまくね、えー、舞台を使ってコントロールしてこれ以上押し込まれないようにっていうね、えー、努力が必要かなと思いますうーあとはインドの方もね敵の舞台入り込んでますけどもおなんとか潰していきましょう でオーストラリアの方から完全に撤退しました、もう地温色、真っ赤に染まってます。で、フロリダからも撤退ですね、えー、この辺り、南アメリカ、北アメリカの接続地点、メキシコ周辺で激戦中というところになります。で、ちょっと心配なのがアフリカですね、だいぶ押し込まれてしまっているので、えー、ここからですね、なんとか巻き返しを図っていかなきゃいけないなというふうに思っています。 やっぱりモビルスーツいないと点で厳しいですね。ここもね、まあ、言ってみれば、モビルスーツの正体、それに対して我々は、あモビルスーツの1正体に対して、6つの軍で攻撃しかけてるんですけども、ご覧のように劣勢っていうね、えー、こういう状況ですからね、モビルスーツがいかに強いかということかと思っています。ただ、 最優先で守りたいのは、あずっとお話している、このヨーロッパ。ここはね、資源地帯でもあり、工場地帯でもあるので、絶対に守っていきましょう。では、モビルスーツを使わない、えー、発売法1年戦争もっと、次回以降も、ぜひぜひご覧いただければと思います。